今年3月に開催される第94回選抜高校野球大会の出場校が発表されました。全32校ですね。おめでとうございます。物議を醸している一件についてちょっと今日は皆さんどう思っているかなと一緒に考えていきたいなと思います。切り込むじゃない。切り込む。やっぱり、まあ、なかなかどっちがいいどっちがダメとか言いづらいですけども、うん、花から言っとくよ俺。何ですか？いい悪いもう全く感情ないから。え、そうですね。その上で今回特産 TV としてはね、あくまでその物議のところをあの最大焦点とかではなくて、そもそもなんでこういうことが起こったのか、今一度特産 TV を通して視聴者の皆さんにお伝えしながら、皆さんと一緒に考えていくというテーマです。なので聖霊クリストファスが落ちたからあのウェーとか、逆 にあの大垣日大さんが選ばれてそれは違うとか、そういう動画ではございません。冷静になって考えてみてくださいという動画でございます。まさしく、そもそも、まあ、何が起きてるかと言いますとですね昨年の秋の東海大会で準優勝し、今年の選抜にほぼ当確とされていました聖霊クリストファー高校が、まさかの落選、でベスト4だった大垣日大が選ばれて、聖霊クリストファー高校が補欠校に回ることになってしまったと、準優勝してるのに選抜出られないんだよ、ベスト4の大垣日大さんが選ばれたのはなぜだと、各所からこういろんな声が上がってると、まあ、不満の声が高まっていると、いうことなんですよね。そうだね。これちなみに秋季東海大会においては決勝進出校が選ばれなかったのは44年ぶりと、まあ、以前にも実はあったということなんですね。やっぱそういうことだよね。実際あのよく分かってらっしゃらない方にお伝えしておくと、その準優勝校だから、まあ、落ちるのもあるんじゃないっていう考え方の方も多分いらっしゃると思うんだよね。ただ東海大会においては2枠選抜出場する権利が与えられているということなんです、なのでそう考えた時に優勝校はもう当確、そして準優勝はもちろん決勝まで勝ち上がったんだから2枠目として出れるんじゃないかっていうことで当確なんじゃないかって思われてたのが、ベスト4で散った大垣日大が選ばれたから物議が醸されているということなんだよね。そうなんです。そもそもこの選抜の選考基準って、あ、そうそうそう、何なんだろうっていう、一応調べたらですね、お願いします。大会開催年度高校野球大会参加者資格規定に適合したもの、で、日本学生野球憲章の精神に違反しないもの、大体違反はしないと思う。もうしないね。で、校風、品位、技能とも高校野球にふさわしいもので、各都道府県高野連から推薦された候補校の中から地域的な面も加味して選出。例えばあのルーキーズみたいなチームが優勝しても選抜されない可能性はあるってことです。まあ品位とかいうのが、まあ、もしかしてそうに当たるかな。その年度の新チーム結成後より11月30日までの試合成績並びに実力などを勘案するが、勝敗のみにこだわらずその試合内容などを参考とすると、まあ、まさに勝ち負けではない。ほう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 。で、この選抜大会というのは予選を持たないことを特色とする。え？で、秋の地区大会は一つの参考資料、本大会、選抜大会の予選ではありませんよというのが、まあ選抜の出場基準らしい。これ言ったらさ、一番最後のとこがミソだってことだな。あくまで秋季大会があって、それとは選抜とは全然関係ありません。でも実際は関係してるように見えるだけであって、でも枠ってさ、あの明治神宮大会枠とかあるじゃん。ありますね。予選じゃんって実質予選ですけど関係はない。だから、まあ、今回みたいな出来事が起きたわけで、そもそも多分その高野連の定めたあのこの、まあ、おそらく検証みたいなものだと思うんだよね。選抜開催するための基準、だいぶ前でしょこれね。多分めちゃくちゃ昔ですよ。もう戦前とかでしょ多分。選抜が94回ですから。そうでしょ、改正されたのか分かんないけども、ずいぶん前なわけだもんね。まあでも逆にそれずっと貫き通してきたって、それはそれ素晴らしいですよ、ルールとしては。そう、まあそういう見方もあるけどね。ただね、ただ最後の一文であったように選抜甲子園のための秋季大会とか明治神宮大会が、予選ではないって言い切ってるんであれば、44年ぶりって発言は多分出なかったはずなんだよな。どういうことが言いたいかっていうと、そういう風な文字を並べながら過去に実際優勝校準優勝校が出るってことが、
歴史上大半を占めたわけじゃん、うん、今さっき言ったように優勝校、準優勝校が出る歴史が大半を占めてるんだったら、その分をもうバーンってぶった切った方がいいよ。予選だと部内での不祥事であったりとか、はい、いろんな問題があった時に出ないってなった時に、その補欠校がね、ベスト4のチームがこう上がっていったってなったらば、まあそこに火は立たないね。その、まあルールにのっとったんですけども、うん、今回大垣日大が選ばれた理由が少しまたまずかったっていうのもですね、まあ、個人の力量に勝る大垣日大か粘り強さ、うん、チーム力の聖霊クリストファーかっていうので賛否が分かれていて、結果投打に勝る大垣日大が推薦校としてしまった。なるほど、まあ、選手たちは全然悪くないですよ。だから今回のテーマの選抜高校野球が何ぞやというのを鑑みたときに、高野連がそういう才を振るってしまったって鑑みたらば、そういう風なことも起こりうるんだろうな。だから44年前にも一回起きてるってことだもんね。そうなんですよね。そもそもなぜ選抜高校野球というものが始まったのか、これね、今年で第94回を迎える歴史ある大会なんですよ。夏の大会は確か10回早いんだよね、うんうん、でその10回を見た時に非常にいい盛り上がりだと、もうすごいじゃないかと、はい、まあ、ただ同じことやるのはよし、選考基準を変えて全国大会開こう。あ、そんな感じで始まったんですか、うん、ライトでしたからまあやってくれたらすごい嬉しいですけど。いや嬉しいと思う。実際今も歴史になってるからね。あ、いろんな、まあ、紆余曲折あって、選考基準も変わったのかな、どうなのかな、まあ、ただ選抜出場枠とかね、いろいろこう移り変わりながらこうやっていってるっていうことなんだろうね。なるほど。実は中京高校が不祥事で推薦を辞退した。ああ、なるほどね。まあ、そういうのはね、うん、そういうのはまあまあ、うん、帝京商工っていうね、1970年東京大会で帝京商工っていう高校があって、最後決勝戦日大三高に延長12回の予想で1対2で敗れたと。わー、競ってる。かなり接戦、はい、で日大三高はもちろん東京が優勝してるから選抜出場決まったと、うん、で当時東京ってね、結構関東の中でもまあ、強い部類ではあったから、優勝とか甲子園上位だったから強いですよね、うん、その選抜基準としては結構ね、優先的に選ばれたことがあったから、もちろん帝京商工ね、日大三高ともうほぼ拮抗だと。まさに今回と同じような状況ですね。もうはいはい、もうほぼ当確でしょってことがあったんだけども、なんとその2月2日の選考の段階でなぜか帝京商工の提出した書類が燃えた。燃えた。高野連が下した結果は選考資料不足。いやいや、で、選ばれなくて、で結果選ばれたのが準決勝で散った堀越だった。でその補欠校が、準決勝で日大、三高に散った日大二高だった。で帝京商工は準優勝でありながらも補欠校にすらなれなかった。そういう過去があった。で実際訴訟を起こして最終的な判決が出たのは、帝京商工側がその選抜出場云々を言う権利はないっていう、ああそうなん、判決が下ったっていうことがあったんだけど、それはでもなんかこうやれなんとかこうなんかちょっとね、手を差し伸べてほしかったですけどね。確かに訴訟を起こすレパチが述べてもらった選考基準が多分知らない人ほとんどだと思うよ、うん、ほとんどだと思う。多分もう準優勝して2枠あったらほぼ行くもんだって決めつけている我々、それではなかった。うん、ここが落とし穴なんだよ、うん、だからなぜその大会が開催されているのか、なぜそうなったのかっていうことを鑑みた上で何かをこう考えていかないと、今の時代。それこそ SNS でもさ、ダルビッシュさんであったりとか上原さんであったり、はたまた陸上でね、今年の箱根駅伝ね、往復で優勝した原監督とかつぶやいたりしてるけども、そこにグワッて一気稼いで何のこの情報も知らないで乗っかってバーって言ってしまうのは絶対お門違い。これを知っているならばこういうことも起こり得るのかもわからないという判断が俺の中では正直あった。だその上で聖霊クリストファーがどうだった、大垣日大がどうだったっていうところは、もうあとは判断は今まで野球の歴史というものを守り抜いてきた高野連さんが決めるしかないっていう、そういうルールのもと僕らは野球をするしかない環境にある。うん、だからそこにちゃんと納得できる理由を欲しかった。そうだね、そういうことですね。あと1個ね、すごく面白かったのがね、2000年の選抜、智弁和歌山、はい、近畿大会初戦敗退。ああ。
あれ、じゃあその後選抜怪しくなってきます。そうだよね、ただ6校目で当確。1回戦の丸亀、高校に対しては20対8、2回戦の国士舘高校相手には9対6、準決勝国学院栃木には10対2、決勝戦東海大相模には負け。おお、だから準優勝。だからそうなってくると関西の選抜した人はほら言ったものかと。いや、まあまあでも勝ち負けなんですよ。難しいです。そう、だからそもそもほら言ったものかじゃないんだぞ、そうだいう話にもなりかねないんだけど、非常に悩ましいこの理由選出基準という、今を生きる高野連の担当者すらもうどうにもできないことなのかもしれないよ。もっと上の偉い人のもうドンみたいな人がいて、その人がもういいよ、もう選抜はボーなんだって言い切っちゃったら、もうそうせんね。それはあのこうやってさ発表する人とかさ、それをさ、さあのやるやる結果で結果を表出る人はさ、うん、そんなもうこういう人じゃないから。ましてやこう SNS の時代にこういろんな意見が見られるようになったから、うん、なおさら、まあ、小籔がもしかしたらそういうこともあって今再検討してる可能性もありますよ、ね。まあもしかしたらね。もちろんあの俺がね、大体こういうテーマの時にいつも言うんだけど、我々がね生まれて野球が好きになって野球を続けて、はたまた高校野球をまあしたりね、まあされなかった方もたくさんいると思うんですけど、そういう時まあ甲子園に夢を馳せたりね、社会人野球とかあの独立とかプロとか先々でやれてるのは、一つ高校野球という日本の大きな文化があったからやってるわけだ。みんな俺らが生まれるはるか前から、戦前からまた戦時中、そして戦後もう大変な日本の中で野球というものをずっと守ろうと思って身を粉にして頑張ってくれた人たちがいるおかげで、僕らは今も野球ができているというのは変わりのない事実、これは間違いないですよ。野球じゃリスペクトしなければいけない、これは間違いないと思います。ただ時代は変わります。そういった意味ではその歴史っていうものを最大限リスペクトをしながら、さらにはその内側にいる人たちもその誇りを持ちながら、やっぱなるべく現代に合わせたアップデートっていうものを僕らは何とかお願いをしたい。ルールに歪みがあるんだったら変えてもいいじゃんっていう。そうそうそう、別に前作ったものはその前の社会性とかもあっただろうから、もちろんそれは正解だった。ただ今の社会性にこれが適用されるのかっていうところを今一度検討をしてやっていただきたいなと、コエレンの皆さんにね、うん、そういうふうなことをぜひ我々からお願いをしたい。そうでないとう、ね、こういう悲しいことが起きてるっていう現実から目を背けないでほしい。コエレンからしたらまあもうね、うん、基準のっとって選んだんですよと、そう言うしかないですからね。言うしかないんだけど、でもこういうことが起きたって言ったらば、まあじゃあよりよくするにはどうしたらいいのかっていうところで、もう明確にね予選と言い切って、各枠でねちゃんと、まあ東海だったら優勝校、準優勝校がもう当確、うん、もう東京だったら今までより優勝校は当確で、東京がベジング大会で優勝したら東京の枠が一つ増えるとか、そういうことで、ね、明確にバキッとするだけなんじゃないかな。選抜一般推薦枠って28枠あるじゃないですか、うん、でそれ以外にあの明治神宮大会枠とか、うん、21世紀枠とかあるんで、うんうん、そっちのなんか特別枠は、うん、そういう形で作って、うん、その28校はバチッとその優勝準優勝校と か、うん、なんか勝ちと決めた方がいいですよ。そうだね、校風とか品位とかふわっとしてるそう、わっだから選抜高校野球って何ぞやって調べてみると面白いね。そうですね、今までなんとなくねやってきましたけど、そういう考えるきっかけになったのは、うん、大きいですよ。高野連としても大きいんじゃないですかこれ。いや大きいと思うよ、かなり。でも2000年の時あんまり物議起こんなかったんだね。 SNS がいまいちなかったんですよ。そういうことだ。まあね、こうネットも含めていろんな皆さん意見あると思いますけども、セネクリストファーさんももちろんね悔しい気持ちもあると思いますけども、もちろんね、また頑張ってほしい。簡単には言えないですけどね、うん、逆にまあ大垣日大さんにはもう精一杯、うん、精一杯してもらって、うん、ぜひネットの人たちはそんなね厳しいことは言わずに、うん、まあ、言うのも自由なんですけども、うん、まあこういう背景を鑑みた上で、うん、いろいろご意見を言ってもらえたらいいのかなと。そうだね、いい方向に今後高野連、まあ、高校野球が変わっていくように、うん、今回ねいろいろあったけども、まあ、ただ選抜という仕組み、そして成り立ち、うん、そして過去事例、うん、そして今回のこと、いろんなことを鑑みた上で皆さん改めて何かこう思うところがあったりとか、うん、あそうだったら最初はこう思ってたけどこうだったなとか、いろんな意見があると思うんです。なのでぜひあの YouTube でもコメント欄もフル活用して、いろんな意見を言い合いながら、ただ、うん、他の人の意見にも噛みついちゃいけませんよ。そういった形であの今回の一件についてね、あの特産 TV の我々と共に
ぜひ考えていければなというふうに思いますし、またこれがね、野球界の未来を明るくしてほしい。そうですよ、届く可能性ありますから、怖いの人も見てますよ、うん、見てる見てます見てます見てますか、届くかどうかです、見てることは見てます、我々のお願い届いてますか、もしかしたらめっちゃ嫌われてバンサーが可能性ありますけど、行ってきますよ、嫌われて大丈夫です、うん、全然大丈夫です、嫌われて伝えていきたい、いや、嫌われたくない何それ